皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスピエースやっていきたいと思います。というわけでですね、今回なんですけれども、未だかつてこんなことあったでしょうか。ベスト9タイトルホルダー連続できた第3弾引いていきたいと思います。はい。マジかと。今たかつて3回連続立て続けに来たことなかったような気はするんですが、まあちょっと来てしまったもんは引くしかねえなということで、まあちょっとねガチャを回していこうかなと思ってるんですけれども、まあ選手の方はねこの2人追加されております。まずはこちら宗選手ですね。宗選手はまあちょっと完全総力型になってしまって久しい状況なんですけれども、まあミート73パワー67総力80ということですね。リーグ的には正直使いにくい、っていうところはありますね。ただまあ特殊でね型が S 乗ったり適正 B やったりということで、まあやっぱり守備能力に関してはかなり高いかなと思いますが、まあそれでもやっぱスタメンで使うならノリさんかなというふうになりがちな宗選手ですね。で、特殊能力が超ラインドライブ、チャンス、粘り打ちということで、ここなんか、第3特殊能力変更あったんかな？なんかそんな風な書き込みを見たりもしたんですが、まあ、ラインドライブとチャンスあるんで。まあ、正直シリーズ1のね、選球眼がついた宗選手が一番リアタイ向きかなとも思うんですが、まあ、きっちりこう、同値を決めれれば、宗選手をオーダーには入れれるので、リーグオーダーには。まあ、リアタイでも代打枠で使ってるんで、まあ、宗選手取れたらもちろん継承して使っていくかなという感じですね。そして2人目、若月選手ですね。若月選手は今回の本命というか、どっちが欲しいって聞かれれば、まあ、若月選手といった形になるんですけれども、まあ、弾道中弾道でミート70、パワー67、走力61ということで、まあ、ステータス的には過去一高いと言っても過言じゃないかなというぐらい、強い若月選手にはなっておりますね。で、ミパの差が3ということで、ワンチャン同値も可能という形になっております。で、スローイングは C とちょっと低めなんですけれども、適性も特殊で B 乗るし、まあ、補給と型はそれぞれ A あるということで、まあ、若月選手はまあ、普通にリーグオーダー入ってくるんで、まあ、リアタイでもね、まあ、ちょっとでも最近ちょっと森選手がね、打ちやすいなっていうところもあって、なかなか出番ないんですけれども、守備面を重視するならね、若月選手、純正なら置いていいんじゃないかなと思いますね。特殊能力は、捕手二重丸、固め打ち、さよなら男ということで、やっぱり特殊能力がリアタイ的にはきついですね。代打で出して、さよならの場面で出して狙うっていうのはちょっと厳しい能力かなとも思うので、まあメインはやっぱりリーグになってくるかなと思います。ただまあこのミート型っていうのがすごい重要で、オリックス今季ねちょっとミート型の数がだいぶ少ないので、まあ、ここで、若月選手は獲得しておきたいなというのが本音でございますね。というわけでガチャ自体は今回また60連引いて、であとはちょっと一回累計の契約書見て90連目まではどうかなっていうところで、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。それでは早速10連目から見ていきたいと思います。お願いします。よいしょ。久々やね。久々に笑顔を見せよったね。まあ S 来るんや。S 来るんや。でまあ通常の追加もね同時に来たんですけど、中継ぎがねどうやら最後宇田川投手が来そうなので、地味に期待してたのに。そこもねちょっとオリックス純正としては楽しみにしながらというところなんですが、野良 A も1枚出てくれた。さあここ、ああ通常まだ負ける。今のところ5分の1かな。あそうそう、5分の1で思い出したからちょっと次言いましょうかね。坂倉選手は称号チャレンジで本するやん、本するやん。で続きまして20連目いきたいと思います。お願いします。そう、今回の追加なんですけど合計10人なんですよね。なんでベスト9タイトルホルダー選手出たら5分の1で、まあ、若月選手か宗選手が来てくれるという計算になっておりますので、今までよりはだいぶね計算しやすいかなというふうになってるんですけど、ちょっとここらで引いておきたい。まあ頓宮選手はね60連でなんとか確保できましたけど、まあ契約書とこの60連であわよくば両取りとかさせてもらえないか、勝
ますなぁと甘噛みしましたけどね。はい、じゃあ最初の確定分いっちゃいましょう。30連目です。お願いします。まあ、本当にね、まあ、ここもめっちゃ久々に色変わった。若月選手が欲しいよなぁ。どっかでなんか来て、どっかでなんか来よう。一番期待してんのはここなんやけど、そう頼むてバキラン。うわこんな、なんか演出増えた分ちょっと一個も来なかった時の自チームの引きちょっと期待しにくくなってる気がするんですが、僕だけでしょうか。さあ野良絵なし。さあベストナインタイトルホルダー1人目の選手、こちらの選手です。奇跡の若月、おいでませませ。低すぎて一瞬見失ってもうた。まあなんかクエストのいつもの引きっていう感じがしますけれども、40連目いきたいと思います。お願いします。よいしょ。もう一回ぐらい道中ベストナインタイトルホルダーない？まあでもなんだかんだ久々かな、完全無印。久々っすね。やっぱ来ると腹立ちますね。いや野良絵の引き悪きつ。はい、よいしょ。しれっと50連目いきまーす。うわなんか一回来ると怒涛の無印。あーそうでもなかったとはいえな、ないな、ないね。さあもうパッパ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 、野良絵もねー、きつーい。さあというわけで、60連目ですね、2度目のベストナインタイトルホルダー確定枠でございます。ここで引こう。お願いします。トングーの時引けたじゃない、スタンプない。ムカつくここ期待してんねん、ないやんけ。いや頼むって、ちょっと 5V1 やからね、 20% やからね、 20% やから引けなくはないっしょ。うわマジか、卵。いやこれ吐きそうになるぐらい引き弱なやつな気がする。さあというわけで2人目ベストナインタイトルホルダー選手見ていきたいと思います。宗若月来てちょうだい、お願いします。終わりな気も。さあというわけで70連目引いていきたいと思います。お願いします。何か気になることでもありましたか？いやー今月まずいなーいやでもちょっと半分しか取れんのは良くないな。もう両取りって贅沢言いませんので、ちょっとなんとかしてもらえないですか？ここまで来るとね、もう完全計算外みたいなとこあるんですけど、まあ次も OB で泣くかどうかですね。はい、もう特に感情ない。80連目お願いします。ここまで一番ガチャで負けてる気がする90連目です。お願いします。まあ、演出でも負けてますけどね、もちろん。そんなんで満足すると思うなよ。はいはい、いやこれは爆死の予感がしますね。そうですね、きっと爆死ですねこれですね。
最後まで野良絵もなかった。じゃあぬるっといきましょう。もうちょっとこっから先は追えないんで、もうノーマルミキサーで弾けるかどうかチャレンジやっていきたいと思います。これで2/7弾けてもおか弾けへんな多分。はい、というわけで弾きたいと思います。お願いします。